ずっとこれを飲み続けている。毎朝必ず、もうこの青汁のおかげで一日爽快に過ごせるって言ったぐらいで、私味も好きなんですよ。この玄米味が私的にはすごく飲みやすくて、やっぱ玄米って体にいいじゃないですか。そのお米でもあるように、私は牛乳にこの一袋を入れて飲んでます。これにはね本当に助けられましたよ。チタンが散りばめられているという、チタン加工してあるというのもあるんですけど、でこの肌触りが私ね結構このフィット感も好きで、やっぱ冬とか急にいきなり動かすとやっぱ負担が多いので、やっぱそれをこう温めてくれることにもつながるんですよね。演奏してる時でも本当にたまに調子が出るまではしてるぐらい。肩とか首とか肩甲骨のあたりとかは使用してたんだけど、やっぱり肝心要のこの指ね、指もかなりも疲労度があってっていうところがあったので、このテープをですね、だいたいこう3分割にして、で全部巻いちゃうと関節が曲がらないので、こことここ、こことここっていう風な、私は人差し指と中指は両方つけてた。リハの時も根っこの部分だけとかはつけて使用してました。助けられました、このテープに。